お、実は色違いのシックなデザインのもあってさ、そっちはアンのストレートヘアと相性が良さそうだったよ。え？私？これ系の服着たことないからわからないけど、瑞希が言うならそうなのかな。うん、きっと似合うと思う。よかったら今度そのお店教えるよ。ありがとう。あ、でもつい最近服をいくつか買っちゃったところなんだよね。それってもしかして小羽ちゃんとのデート用に？そうそう、バッチリ決めていこうと思ったらつい財布の紐が緩んじゃったっていうか。そういうのあるある。それでデートはどうだったの？もちろん最高の一日だったよ。いいな。どこに行ったの？詳しく聞かせてよ。私もいっぱい話したいところなんだけど、この後小羽たちと練習なんだよね。そっか。じゃあまた今度だね。うん。あ、ていうか学校に来てくれたら休み時間全部使っていくらでも話すよ。休み時間全部？語る気満々じゃん。オッケー。じゃあそのうちまた学校行くよ。僕もアンの話めちゃくちゃ聞きたいしね。うん、待ってるよ。